自然の旅を広げよう。皆さんこんにちは、山旅人の事務員久保頼子です。皆さんいかがお過ごしですか？なかなか大変な日々が終わらない感じがしますけど、必ず明ける日が来ると思いますので、その日まで私が皆さんに何ができるかなと思うと、あんまりこう気の利いた山の提案とかができないんですけど、私あの家が事務所にすごい近いんで毎日会社に出てます。なのでちょっと誰かと話したいなとか、なんかこう喋りたいみたいになった時、ぜひお電話かけてきてください。ほとんど私いるので、私がお話し相手になれるならば喜んで、喋るの大好きなんで、かけてきてください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。